荒井行司荒井隆氏か5月15日1966年5月9日は日本の衆議院議員運輸政務次官鉄道官僚埼玉県南埼玉郡市の津村に衆議院議員荒井慶一郎の三男として生まれる旧政第四高等学校を経て1912年東京帝国大学法科大学法律学科を卒業 高等文官試験に合格し、鉄道院初期、沼津駅助役、小野が谷駅駅長、鉄道院三次補、同副三次、同三次、鉄道初期官、監督局業務課長、文字鉄道局運輸課長、東京鉄道局運輸課長、運輸局国際課長、廃車課長等を歴任した。1930年、国際観光局が新設されると局長に就任し、 観光基盤づくりに尽力した。その後、東京鉄道局長、鉄道省運輸局長を務め、1937年に退官した。退官後は、河北交通株式会社の理事を務めた。1942年、第21回衆議院議員総選挙に出馬して、当選を果たし、市出原内閣で運輸政務次官を務めた。その後、公職追放となり、 追放解除後の1952年の第25回衆議院議員総選挙で再選を果たした。翌1953年の第26回衆議院議員総選挙で落選した。さらに1942年から東亜旅行者の理事長を務め、1945年に東亜旅行者が日本交通公社に解消した後も引き続き理事長、会長を務めた。その他、 全日本観光連盟副会長を務めた。ありがとうございます。